深夜なのにすごい人の数ですね。この方たちは全員2年参りに行く人たちなのでしょうか。わ、ありがとうございます。これはアタキに相談したのです。元主同士の縁もあって仲が良いものですから、殿と2年参りに行くと言ったら見繕ってくれました。殿に褒めてもらえるなんてアタキのおかげですね。しかし殿、それがしと一緒に来てよかったのですか。そうなのですが、明日は他の御剣とももう出る予定があったのでは。であればこんな夜遅くの2年参りに行くのは殿の負担になってしまうのでは。なるほど、それがしも明日姉妹たちともう出る予定ですが疲れる気はしません。それと同じようなものでしょうか。殿、最後尾はこちらのようです。早く並びましょう。それがしは、殿が今年も平安無事で病にもかからず健康でいられるよう願うつもりです。自分のことですか。殿がそういうのであれば、自分のこと、自分のこと、姉妹たちの無事、いやこれは自分のことでは。ならば明治館の、これも違う。これからもずっと殿のおそばにいられたら。殿にですか。いえ、お聞かせできるようなことでは。それがしのことなどより殿はどんなことを願われるのですか。殿、その願いはそれがしと同じ皆のことではございませんか。ちゃんとお祈りはできましたでしょうか。それなら何よりです。ん？何か降って。こちらの傘をお使いください。お、女の子、私が、私のことよりも主様が心配です。万が一風邪でも引いてしまったら。はい、どうかご存分に。うわ、主様、一体何。それならせめて背の高い私が傘を。主様とこんなに近くに。あ、もしかしてこれからも主様のそばにいたいと願ったからか。確かに願いはしたが、あれはこういうことでは。聞いておられたのですか。いいのですか。それならお言葉に甘えて。願ったのとは少し違いますが、これはこれでいいものですね。